はい、どうもー、ゆみちゃんのゆのみでーす。いやー、皆さん、ちょっと聞いてくださいよ。確定申告が終わらねー。つうわけでですね、ちょっと、全然 YouTube の方のね、作業が全くできていなくて、そうなんですよ。全然ね、動画を撮影する時間はおろか、編集する時間、まあ撮影できてなかったら編集する動画もないんですけど、というわけでですね、ちょっと今日は、思い切って、ほぼほぼノーカットで動画をお送りしようと思います。ちょっとですね、今日の動画はきっと長くなりますので、皆さん、ちょっとね、覚悟しておいてください。というわけで、何から話そうかな。そう。確定申告、大変ですよね、皆さん。まあ、会社員の方とかはね、特に何もないとは思うんですけど、個人事業主とか自営業とか、あとまあ、副業で20万以上でしたっけ？YouTube で副業20万以上稼いでたらいいですよね。いや、それはいいんですけど、確定申告されてる方、大変ですよね。いやー、僕ね、ちょっと生々しい話になるんですが、去年ですね、私一軒家を購入したんですよ。今、この住んでる家なんですけど。でですね、住宅ローン控除というものがありましてですね、そのね、確定申告のやり方がよくわからねえと。これでもうね、めちゃくちゃ今時間かかってまして。普通の会社員の方だったら、まだわかりやすいんですよ。なんですけど、僕、個人事業主なので、なんかね、やり方調べてもね、なんか全然出てこなくて。ちょっとね、困ってたんですけど、やっとね、出口が見つかりまして、見つかりまして。そうなんですよ。今ね、この後、税務署に提出しに行きます。確定申告書。はい。ありがとうございます。というわけでですね、ちょっと今から税務署にね、行くので、今日はさすがに、ニンニクは食べれないんですが、ちょっとね、面白そうなものをね、さっき見つけてきたので、今日はそれを紹介しようかなと思います。それでは行きますよ。こちらです。でねー、めっちゃ光ってる。まるちゃん。汁なしラー油うどん。どどん。はい。来ましたよ。なんでしょう。めっちゃ光る。汁なし。光りすぎや。こうかな。こうですね。汁なし、ラー油、うどん。こう、まるちゃんが出てるんですけど、これね、もう僕ほとんどね、今日何も調べてません。発売日だけ調べました。発売日だけ、3月7日発売だったみたいなので、まあ、1週間まだ経ってないですね、発売されて。なのでね、結構ね、出たて、ほやほやの、やつなんですが、ちょっとね、汁なし、ラー油、うどん。味が想像できなくないですか？いや、もう本当に、ラー油のみの味なのか、うざい。か、ねえ、どういう味なんでしょうね、これ。ちょっとね、気になって買ってきました。ちなみに、ちょっと近くのスーパーで買って、税抜きで99円でした。めっちゃ安い。コンビニとかで売ってるのかな？ちょっとコンビニで探して、あ、さっきセブンイレブン行ったけどなかったな。スーパーとかの方がもしかしたらあるかもしれないですね。というわけで、今日はちょっとね、残念ながらニンニクはさすがにちょっと入れないんですけど、こちらを食べていこうと思います。違う、カットしないんだわ。忘れてた。今完全カットありきで今やっちゃった。そう。なので、じゃあ、開封の儀ありましょうか。調子狂いますね。開封の儀。開封の儀。いきますよ。生のね、カットなし開封の儀を見るような皆さん、なかなかレアですからね。これね、もう早く開けろって思うかもしれないですけど、開封の儀、いつもバッ、バッとかやってるじゃないですか。これね、限りなんて結構緊張するんですよ。会えますかね、こうバッてやってもね、たまにね、全然ねシャッとかスッとしかね音出ない時があって、やっちまったーっていう時はね、もう取り返しがつかないんですよね。
また同じやつ買ってきてやるわけにもいかないんで、まあ、やってもいいんですけど、やっぱそういうのってね、生のものなんで、今日はね、その一部始終をね、ノーカットでお送りしようと思いますよ。緊張する。じゃあ行きますよ。まずね、まずね、この、なんだ、ちょっと引っ張ってみえないか。まずね、この横っちょからね、いつもね、パッて開けるんですよ。いきますよ。うわ、怖い。いきまーす。あー、まあ、中かな。正高度、上中下だったら今のは中ですね。まあまあ、まだ全然使える範囲かな、動画として。で、真ん中、ピュッて言ったじゃないですか、次ね。から、ザッてこうめくり上げるんですよ。皆さんもね、開封の儀ぜひやってみてください。なんじゃそれ、どういう動画やね。じゃあいきますよ。おーす、大成功。これはね、上です、上物です、特上ですね。今のはすごく良かった。で、あとはもうここはもう、ね、あとペロッしか取れないんで、わっ、ここベッてやるんですよ。ベッてやるのもね、たまにね、行き過ぎちゃう時があるんですよね。困ったものです。でもね、もう僕ぐらいにね、プロになるとね、いけますよ。来た、これちょうど、わかります、ちょうど半分、プロでしょ。高評価よろしくお願いします。さてさて、ではそうですね、中身チェックですね、いきましょうか。液体つゆ、でれーん、後乗せ火薬、このタイミングカップします。ゆみチャンネル、よいしょ。いやなんかね、なんか届いたのかなと思ったら、普通にね、道聞かれました。まあまあいいでしょう。じゃあ、何やったんだっけ？火薬まで見せましたね。あとは、ないです。というわけで、後乗せ火薬か。じゃあ、後乗せだから入れないですね。じゃあ、お湯、入れていきます。これ、そっか、汁なしだから、お湯切らなきゃならないのか。じゃあ、お湯入れて、これは5分なので、熱湯5分。5分待って、お湯を切って、切ったところまで飛びましょう。カット。はーい、それではお湯を切ってきました。というわけで、こんな感じでーす。てれーん。うどんですね。そりゃそうですわな。じゃあ、ここに、まずは、よいしょ、液体つゆ。入れちゃいまーす。入れちゃいまーす。ジョバンニ。あー、なんかすごい、醤油っぽいっすね。なんかちょっとね、とろっとした。あー、多分醤油だれっぽい。あ、でもなんか甘い。あ、うん。甘じょっぱ系なのかな？なんかそんな感じの匂いがしますね。ではでは、さらに、後のせ火薬、入れちゃいます。ちょ、あー失礼。シャッ、こういうトラブルもね、よくあるんですよ。カットしてるけど、カットしない方が面白いかな、もしかして。よいしょ、そしたら箸で、よいしょ、混ぜていきますよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あー、でもどうなんだろう、ラー油感がそんなにない気はするんですけど、ん？あとね、これ今後乗せ火薬、ちょっとずれてた、後乗せ火薬入れたじゃないですか。なんかちょっとニンニクの匂いする気がする。気のせい、これガーリックチップじゃねえすか。いや絶対そうだわ、これガーリックチップですね。あ、これ、ヤチャタールね。これ、ガーリックチップだよ。おい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 。ニンニク食べない言うたやんけ、さっきよ。聞いてたかい？聞いてたのかい？まあ、これぐらいのニンニクなら大丈夫かな。
まあ大丈夫でしょ。はい、じゃあね、結構混ざったんですけど、うん、匂いはね、なんだろう、そんなにラー油ラー油はしてない気がする。よいしょ。はい、というわけで、いきましょうか。どうでしょうね、ラー油。じゃあ、いきます。あ、先に。いただきます。ラー油効いてるかな。あ、でも後からピリッとくるかな。あ、後からピリッとくるけど、結構しょっぱい。ラー油、あ、まあでも後からくるな。けど、どっちかというとね、醤油の味の方が強い気がする。なんかね、甘じょっぱい、やっぱりね、甘じょっぱい醤油。甘じょっぱ系で、しかもね、結構しょっぱいかも。これ、ご飯欲しくなるなぁ。ご飯とね、一緒に食べたくなる味。でも、めっちゃ美味しい。あのね、結構しょっぱいから、めちゃくちゃビール飲みたくなる。いやー、めっちゃビール飲みたいな、これ。しょっぱいよ。ご飯かビールですね、これ。めっちゃ合うと思う。で、結局液体つゆと火薬が別々だったんですけど、合わさると、結局食べるラー油っぽい感じになるかなって気がする。ちょっとザクザク感がありつつ、ピリッと辛い感じかな。いや、でも美味しい。いや、めっちゃご飯欲しい、本当に。やっぱり、ね、うどんですけど、なんかね、もう一緒にご飯も混ぜてね、なんかまあ混ぜそば的な感じで食べるのも結構ありかもしれないですね。ちょっとね、何かしらで中和しないと、なかなかしょっぱいです。一応ね、このカップに、具入りラー油仕立ての、病みつきになる味わいって書いてるんですけど、病みつきにはなるかもしれない、確かに。でもそこまでラー油、推しなのかっていう感じではあるかな。いや、でも美味しいから、あ、これね、天かすとか入れたら美味しいかもな。天かす、入れればよかったな。もうね、ほぼないんすよ。ちょっと見えないかもしれないですけど、あと2口、3口ぐらいしかもうないです。結構ね、麺が少なめかな。何グラムなんだろう。麺はね、66グラムですね。ちょっと少なめかもしれない。で、カロリーとかも言っときましょうか。カロリーが、1食、全部でね、92グラムあたり、418キロカロリーですね。まあまあまあ、そんなもんでしょう。なるほど。これはね、ちょっとね、小腹空いた時とか、まあ、夜食で食べるとちょっと太るかもしれないけど、これ夜食で食べたらね、めっちゃ美味しいと思う。ちょっと今想像しただけでもよだれ出るわ。食べてみる。いや、美味しい。なんだかんだニンニク入ってるからね。結局。いや、ニンニクのね、味もします。割と。大丈夫かな。税務署であんま喋んないようにしないと。なんか聞かれても。不審者みたい。いやー、無事終わるといいな。まあ多分大丈夫だと思うんですけどね。めちゃめちゃマジで時間かかったんで。じゃあ、危ない危ない。最後の一口でーす。いただきます。うまかったー。
なんだかんだね、割と後からピリッとくるんで、ちょっと汗かいてきちゃった。ああ、おいしい。しょっぱいから飲み物飲みたいけども、このままいっちゃおう。ごちそうさまでした。はい、というわけで、今日はこちらの汁なしラー油丼食べたんですけど、美味しかったっすね。まあスーパーで買ったから安かったっていうのも間違いなくあるんですけど、税込み99円だから、税抜き、税抜き99円だから税込みで108円かな、多分。なんですけど、100円ちょっとでこれならね、めちゃくちゃありかも。すごいね、ほんと小腹空いた時とかにね、めっちゃちょうどいい。これいいなぁ。なんかでも最近マルちゃんって、あのマルちゃんといえばやっぱ赤いキツネと緑のタヌキっていうイメージあると思うんですけど、こういうなんかね、変わり種最近結構多いですよね。しかもね、結構やっぱね、どれもね、さすがマルちゃんだなっていう感じで全部美味しいんで、ちょっとね、見かけたら、一個買って、なんかこう小腹空いた時とか、食べてみてはいかがでしょうか。これもね、間違いなくね、ニンニク追加してもね、美味しいし、その、辛いのが好きな人は多分ラー油の感じがちょっと足りないと思うんで、ラー油をね、自分で追加してもいいかなって思います。あと僕がさっき言ったんですよ、天かす入れて食べるの、ちょっとね、ぜひやってみてください。絶対美味しいと思う。これは間違いない。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか決して、やっつけ動画ではないですからね。時間がないので、今日はノーカットでお送りしております。はい。いやー、でもたまにはこういう動画もいいのかなって気はしてます。なんかね、まあ、ちょっと今日この動画が何分になるかはわかんないんですけど、もうちょっとしっかりね、尺も、把握というか、確保して、30分とか40分とかの動画で、プレミア公開でね、動画にしてもいいかなとはちょっと思ってるんですけど、ちょっと考えて、今月中にちょっと一回ね、プレミア公開で動画を出したいので、ちょっと、おいおい、期待しててください。いや、本当に今日の動画は何分になるんだろう、これ。意外とでも時間かかってない気がするな。まあ、途中ね、ちょっとピンポンなったり、この火薬の切れ端が、カップに入ったりね、アクシデントもね、やっぱありますから、これがね、生の動画ですよ。はい。というわけで、今日はこの辺りにして、僕は今から税務署に向かいまーす。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイキーン。めっちゃ光るな、今日。めちゃめちゃ白飛びしてる。